遠藤アンチの海外コップさん。本音がこちらになります。カイセドがクロップ監督の下で我々の中盤にいたら、絶対的な怪物になっていただろう。彼は我々をプレムや CL で優勝するために、必要なレベルまで引き上げてくれるだろう。遠藤がいれば、決して世界一のチームにはなれない。これが一般的な、リバプールファンフーリガンの考え。じゃあカイセド取ればいいじゃん、ファンってバカなの？正直カイセドは笛の基準で劣化した可能性がある。ロドリア遠藤はスタンドでボール取るけど、カイセドはスライディングして取るタイプ。笛の基準が厳しくなった気がする今、カイセドはブライトン時代のようには、輝けなくなった可能性がある。もともとブライトン時代に輝いてないから、ミッドフィルダーでは圧倒的にグロスだけが目立ってた。カイセドは右 SB もできるんだ、なんて騒いでたが右 SB やってすら、グロスの方が圧倒的にハイレベルだった。そやカイセドが取れてやもっと怖いチームだったろう。調子がよろしくないが、チェルシーはチームごと腐ってるから、単純にそれで回避が正解だったとはならん。若いし、ただ現状遠藤で欠かない支出も抑えられて、コスパも最高だったわけだが。確かにカイセドとリバポは合いそうなんよね。まあ足らればだからどうでもいいけど。遠藤の移籍金でここまで活躍したらもう元は取れてる。あとは優勝できるかどうかだけど、プレミアはどこが優勝するかわからね。去年アーセナルが確実だと思ったら、サリバと富安の負傷で崩壊したから、マンシーもデブライネ復帰でまた勢い戻りそうではあるし。アーセナルが確実だと思うような奴に、プレミア語る資格はない。みんなブライトン詳しいね。よく知らないけどブライトン時代は、マクアリよりカイセドの方が評価高かったんでしょ？ならカイセドも遠藤よりは上なんじゃね。同じポジションでの評価としては、マクアリはキープ力、カイセドはスピードが特に優れていた、遠藤はどちらも劣るけど、二人よりボールダッシュが上手くポジショニングも良く、ミドルシュートも勝ってる。カイセドはスピードないぞ、あるように思われてるかもしれないけど実は鈍足。まあ、カイセドがリバプール来たら、クロップが上手く使えそうってのあるよな。